6.25 マックス、開催記念広谷選手と、谷川貞治のマックストーク本番1分前に何とか間に合いました谷川です、今日はですね、先週の久保選手に続き、大きくなったちょっと大きくなった広谷選手がゲストに来てくれました、大学生になったんですよね。はい、なりました。今年からどこ行ってるの？慶応です。慶応、まあ、通信なんですけど。あ、慶応の通信。はい、通信から、まあ、だけどそうですね、来年から通学の方に編入することを目標にやってるという、まあ、何学部の？今経済学部ですね。はあ、慶応ボーイになっちゃったんですね。はい、初めて出会った時は中学生だったんですけど、高校どうだったの？その3年間の態度。高校はまあ、語学も学べたし、英語も喋れるようになったの？一応そうですね。喋れるようになった？はい、でももうだいぶ忘れちゃいましたけど。英語とタイ語と？はい。普段どういう生活してたの？普段は朝走ってからすぐ学校に行って、うん、それで学校がインターナショナルスクール行って、はい、で、学校授業終わるのが2時半ぐらいで、終わってから練習すぐ入るって感じです。ちょっと平谷君ちょっと近況聞いたんですけど、今度のトーナメント、はい、ズバリ感想どうですか、この組み合わせは。そうですね、まあ僕の試合も含めやっぱ注目を集めるカードばかりだなというのはすごい感じましたね。平谷君は19歳、今僕今19、今年20歳、来年の1月。あ、来年の1月の20歳、はい、で来年だから成人式の年なんだ。そうです、ね、そうです。へえ、大きくなった平谷君がいきなりチャンピオン。はい、これだけど、はい、得意なタイプでしょ。まあそうですね、山田選手やりやすい子は完全燃焼する、はい、そうですね、合うタイプ。この人は合わなかったもんね、はい、そうです。この人はちょっと苦手なっぽいタイプだったけど、はい、山田選手は結構 ね、 そうですね、あれなんだけど、でも山田選手見てどうですか？まあ昨年の試合も見て、うん、当て感とかすごいなって思うし、うん、やっぱりこの中で一番の倒せる選手だなっていうのもすごい思うんですけど、本当山田選手とやるって決まってからも別に嫌だとかは思わなかったし、うん、ただもうどうせやるんだから別に誰でもいいやって感じだったんで、はい、でもタイ人やらね、外人とも結構試合してきたから、はい、そうですね。まあ、今何K-1 甲子園からずっと始まって、はい、平谷君ってやっぱりこの辺のこの中の選手の中では多分一番有名だと思うんだけどさ。まあ名前だけですね。名前、はい、だけどそれでもなんかこの今回の心境っていうのはやっぱり挑戦する気持ち、はい、そうですね、はい、でやった方がいいよ。そうですね、まあ本当名前だけが売れちゃって本当に実力がまだついてきてないんで、うん、その実力をまず名前と同じぐらいかな。ね、とにかくこの日本人の中でこのメンバーやっぱり本当に63球で誰が見てもね、日本の一番優秀なやつらが、はい、クラッシュとライズとクラッシュのチャンピオンも、はい、いるし、平谷君が負けてしまった高校チャンピオン、はい、まあね、ルールが違うとはいえ、はい、ノイル君もいるし、平谷君のことをライバルだと思ってる機材もいるし、はい、でまあね、2人のねあれもいるし、はい、K-1 甲子園で決勝やった高野君もいるし、はい、まあ、そういう意味では本当 K-1 甲子園世代も揃ってきたんですけど、これちょっとトーナメントの予想としてはどんな感じで考えてるんですか？予想ですか、うん、1試合ずつですか？1試合ずつっていうか、まあ1試合ずつでもいいですよ。まあまあ僕本当にぶっちゃけっていうか、うん、1試合目のことしか何も考えてないんですよ今。まあその方がいいよね。だからもう1試合勝っても負けてもその後どうなるか分かんないけど、うん、はい、まあ、トーナメントの予想もつかないですね、だから、はい、まあ、多分そうだろうなと思って、ここのことしか考えない方がいいよ、はい、とにかくこれを倒す、はい、これを倒して、はい、ここでやっぱりだいぶ評価が違うからさ。そうですね、うん、はい、でしかもいい試合、ね、爆発的ないい試合をすることがすごい、はい、重要だと思うので、でここで平谷君のスペシャル企画としましてですね、過去の名勝負を写真で懐かしいとか、ひろや君がデビューしたのが15歳だったよね、はい、その前にマックスで出たんだよね、子供の時に2月。そうです、まあそれも15歳になったばっかの。違う子供の駅伝だったよ。 あれいくつだった？あれいつだっけな、あれ多分小6かな、小6だから、小6、はい、は11か11から出て、それで、16歳、5歳、はい、
15歳です、ね、15歳この時あのデビューする前の写真で、はい、可愛かったですよね。でも筋肉がすごくて、あれだったんだけど懐かしい、うん、懐かしい。でもあっという間だけどね、僕の方が桐谷君にとっては長い3年間、4年間だったかもしれないけど、はいはい、僕らはね、不純な大人からとればもうそんなに、なったのかなと思うんだけど、この時は中学校3年生中3ですね。あの時さ、はい、すっごい新聞の一面になったじゃん。はい、なりましたね。どういうびっくりしました。すごいびっくりしたし、周りの海がみんな、はいはい、みんなすごい、いつもあの学校行く時に寄ってたコンビニとかでも、はい、朝行ったらあのでっかく貼ってあったりとか、びっくりしました。そうなんだ。これは2007年1月30日の記者会見で初登場って15になったばっか15になったばっかですね、これが。そしてこれが4月4日にデビュー戦、西村選手、はい、これ結構20歳ぐらいの選手、25かな25対15ぐらいのデビュー戦で、はい、ボコボコにしてしまったって、ちょっと西村選手に申し訳なかったなと思うんですけどっていうことだったんだけど、いや僕ね本当に今ヒロヤ君が出てきてからちょっともう目が慣れてきたけど、はい、こんなに技術的に完成された中学生とか高校生とかいるんだなと思って、うん、当時あれだったけど、はい、今だけど昨日甲子園見てみんなすごいね。そうですね、やっぱレベルもどんどん上がってきてるし、はい、やっぱそのパイオニアのとしては本当にね大きく貢献してくれたと思うんですけども、ね、はい、この試合の時感想を試合やってとか、まあ緊張したとか、そうすごい緊張したのもあったけど、2月に1回あのヘッドギアつけてやったりとか、あの時ちょっとダメダメだったよね。あの時も緊張して全然ダメで、最後すごい疲れちゃって、この時はその時に比べたら緊張も解けてて、まあでも、まあ、KO で勝てたことはすごい嬉しかったですね、その時は。はい、本当に離れってすごい重要だからね、はい、で、その年に慶応甲子園ってあって、はい、雄大君っていうのは、これはまあちょっと僅差のね、そうですね、同い年なんですよね、一つ上ですね。あ、一つ上、はい、雄大君は、あ、そうか、一つ上だったんだ。そうですね。で、雄大君は子供の頃から知ってるんでしょ。そうですね、昔から試合も何回かしたことあって、空手の試合。そうですね、あとあのアマチュアムエタイでタイに行った時とかも一緒にやったり試合して、はい、あの会えば話したりもしてるぐらいで、うん、はい、あ、これはまあちょっと微妙だったんですけどね、経験が、まあ、はい、まあ、その時はすごい悔しかったですね。坊主かなんかにしてたよね、反省して、はい、でもまあちょっと僅差だったですけどね、はい、うん、雄大君とかなんか連絡を取ったりするの？いや、今は全然もうないですね。あ、本当、はい、まあ、あの新日本キックでしたか。そうですね、そこで活躍してるし、はい、これ男がまたすごいんだよね。あ、翔平ですね、翔平君、はい、あの君が今度クラッシュ、クラッシュに出るんですけど、はい、これ弟がすごいまた才能があるので、去年の K-1 甲子園のチャンピオンで、はい、秋元君とかあの辺に勝ったから大したもんなんだ。あ、そうですよね、1年生ですもんね、はい、うん、どんどん出てくるという。そしてこれが、翌年かな、2008年の、さっき今回のトーナメントで浦上康也君を下して K-1 甲子園のチャンピオンになったと、はい、これどこだったっけ、埼玉スーパーアリーナ、そうですね、はい、これはどうでしょう、気持ちでやっとチャンピオンになれたかと、そうですね、もうなんか決勝の感じがこの年と同じだったんですよ、どっこいどっこいで、それでこの時は気持ち的に最後ちょっと押されて負けたけど、うん、その時に思い出したんですよ、うん、試合してる時に、うん、絶対負けないと思って下がらないと思って、うん、で最後まで攻撃して、まあ、一応勝つことができたけど、うん、はい、まあ、結構ね浦部君もうまくて、そうですね、僅差っていうかあれだったんですね、はい、で質問コーナーがあるんですね、はい、はい、早速、はい、早速、はい、まず質問は、はい、今回のトーナメントにはサウスポーが3人もいるんだ。浦部、久保、勇気。サウスポー対策はできてますか？やってないよね。やってません。やってないよね。大和戦しか考えてないもんね。全くやってないです。でもさ、はい、大和君に勝つとするじゃない。はい、でそこで次の試合、はい、ダメな試合したらダメだよ。それは。それはもう、はい、そこは本当に、なんだ、はい、燃え尽きなきゃいけないんだけど、はい、でもそこのところで次の試合も頑張ることがすごい重要だから。あのファイターとしては、はい、3人もいるんだね。ゆうき君もサウスポーなんだ。そう、あ、なんかちょっと整体で立ってる感じがするから、どっちもやる、うん、なんかあんまりサウスポーのイメージがない、はい、
なるほど、はい。パス、あ、2つ目、フェイスブックからなんですけど、ポストマサトスで期待をかけられてる、プレッシャーになってませんか？プレッシャーな、なんか僕ってあんまプレッシャーとか感じない人だと今までずっと思ってたんだけど、うん、まあちょっと前感じてんのかなって思ったけど、あ、本当、最近は全然もうそういう意識がないんで、うん、本当一からスタートって感じで、いや、まあ、トーナメント翌一戦だからね。そう、今だからポストマサトと、いう志は持ってもいいけど、うん、なんていうか、そう思われてると思ったら大間違いだよ。 そうですね、そのぐらいもう横一線だからさ、みんなその志の高さは絶対持ってた方がいいと思うけど、はい、うん、まだあまり気にしないことだ。血型だったっけ？大型です。あ、大型だな、はい、マサト君も大だよね。そうです、マサト君も大だと思うな、大物タイプだね。MMA に、またフェイスブックからです。 MMA にも興味を持っているというのは本当ですか、それとも単なる噂ですか？それは、まあ、この話題が出たのは、僕が日刊スポーツさんの取材を受けて、本当に興味を持ったというか、ちょっとやってみたいなっていう思いがあって、で、ポロッと言ったんですよ。そしたらなんか MMA デビューみたいな感じですごい大きく取り上げられて、だから試合とかはそこまで全然考えてないですけど、ただちょっと練習とかやってみて、まあどこでも戦えるような選手になりたいなって。そうだね、だけど若いしさ、興味を持つことは全然いいです、いいことだし、じゃあ練習速度も全然いいんじゃないのかな。うん、賛成。そうなの、だから全然賛成です。ただまあね、やっぱりどういうタイプになるかっていうのはやっぱ本当にね、もし K1 の象徴になるんだったらマサト君じゃないけど、あんまり逆に言うと MMA ファイターに挑戦させるぐらいの立場になった方がいいし、まあでも逆に言うとね、両方行くっていうタイプもいると思うんで、まあ長嶋ジェンオツ君なんかは、長嶋選手なんかは最初本当総合志向が強かった、両方やりたいなとは言ってた感じなんだけど、渡辺和久さんもそう、はい、うん、でもまあある程度ね、何かに専念して、はい、どっかまでは達成しないと、そう、うん、中途半端なことはいい結果も出ないから、はい、あれだと思うけどね。でも興味持つことは全然不思議じゃないけどね、うん、この放送、は今全世界にライブ中継されていまして、そして試合当日もですね、全試合、ライブで、世界中どこでも、本当に iPhone とかインターネットとかいろいろあれば、見れますんで、今回の6月25日の大会楽しみにしてもらえたらなと。しかもオープニングファイトまで見れちゃうというですね、ことなんで、すごい、無料です。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますが、そんな世界の K-1 ファイナルに向けて平谷選手、ちょっとメッセージを。はい、まあ、6月25日の大会は K-1 にとってもとっても大きな大会になると思います。僕もそのつもりで戦っていきますので、皆さんぜひ見てください。はい、ありがとうございました。ということで、本日のライブ中継は以上となります。6月25日は会場またはですねライブ中継で、今年最初の K-1 をですねぜひ皆さん一緒に、楽しんでください。というわけで、以上で、トークライブ、終了です。ありがとうございました。はい、さよなら。